はい、今日もやってきました。あ、新車紹介コーナー。ホワイトパールクリスタルシャインになります。かっこいい名前ですね。で、今回エアロとかはない。ああ、シンプルな感じで仕上がってますね。素材の良さを生かした僕らになってます。なるほど。え、そしたらエアロはなしやけど、なんかちょっとこだわりがあるみたいな。マジっすか。はい。めちゃくちゃ楽しみですね。今回、こちらのボクシーがいつもの特別使用車、絶対好きラメキ3。あ、特別使用車。そう。で、大阪府のお客様になります。あ、今回は遠方じゃないんですね。ないです。あ、なるほど。じゃあここで納車みたいな感じですか。7月はちょっともう、はい、走り疲れました。1週間で2回遠方とか行きましたもんね。なんか2日置いて滋賀県行って、はい、次の日は福岡県行っとったら、福岡、はい、かなりファールですね。5日間で2700キロぐらい走った。めちゃくちゃ走ってますね。長距離のドライバーみたいななってますね。ちょっと7月ははい、ちょっともう走り疲れて乾燥したっていう。今日も月末やもんな。あ、そうですね、うん、そういえば関車3万キロ行きましたもんね。あ、行った。これはもう月3000キロぐらい走ってたらすぐ行きますね。2月に買って、はい、7月5ヶ月、はい、で1万3000キロ。5ヶ月で1万3000。年間3万キロペースですね。3万キロぐらい行くな。はい、めちゃくちゃ行きますね。まあ8月にもちょっと控えてるから。あ、遠方ラッシュ控えてるんですか。そう。まあどこでも行きます。離島でも何でもドーンと来いっていう。はい、さすがですね。もう全部受け止めるから。はい、はい、海もフィクシャで渡りますか。フェリーでな。あ、そこはさすがにフェリーですね。ちょっとなんかフォルムチェンジするみたいな。大変。はい、そこはまずいですね。潜水艦にはなるから。そこまで仮装はしてなかったですか。あ、その仮装はまだしてない。あ、まだまだしてない。これからですね。ワイルドスピード昨日はやっとったからさ。はい、お前その人は影響やろ。完全に。はい、完全に、うん、雪でも海でも行きますみたいな。昨日アイスブレイクしとったもん。はい、アイスブレイク、もうハラハラドキドキでした。僕見るの2回目ですけど、やっぱそれでもうわこれ大丈夫か。はい、じゃあこちらのボクシーの、はい、取り付けたオプションなど、はい、紹介したいと思います。お願いします。前回りはこういう感じで、これがもうボクシーっていう。はい、これがもう原型って感じですよね。これが特別使用車の絶対好きラメキ3の、まあ、原型。ああ、でもホワイトパールやったら何て言うんですか、ブラックとパールホワイト、なんかもともと塗り分けしてるみたいな感じで、前から見た時にかっこいいです。で、特別使用車なんでここも、はい、ツヤありの黒になってるんで。はいはい、やっぱここがツヤありの黒っていうのがいいですよね。より一層、はい、高級感が増したグレードになってます。はい、そうですね、そこがやっぱ違いますもんね。はい、で今回はこちらに流れるウインカーを、あ、チロリロリンするやつですか。シーケンシャルウインカー取り付けさせていただいてる。あ、チロリロリンカーついてるんですね。今回はもうつけません。あ、見たいです。見る。はい、挟んだだけでいいんで、いつも見させてください。いつもやってるやつや。はい、見たいです。見る。ちょっとだけでいいんで。すいません、お願いします。うお、チロリロします。あー、こんな感じ。はい、純正で LED になってるっていう。はい、すべてが LED ですね。ウインカーはハロゲンです。あ、失礼しました。はい、いや今そこからそこに飛んだ。編集でやれ。あ、そう、ね、編集で、編集でごまかしているところで。はい、で今回ははい、はい、こんな感じで。はい、あ、なんか久々にこの感じにいます。今回ローダウンもせずアルミホイールも交換してないんで、はい、ああ、はい、ありのままの、はい、ボクシー姿見せてますか。ありのでも純正のホイールはやっぱ結構かっこいいですよね。
純正ももともと16インチついてて、はい、16インチって結構でかいですもんね。で、このメタリックとポリッシュの、はい、ツートン、ツートンカラーになってるから、はい、あで、さっきもタイガーのハザードつけたから気づいとったと思うねんけど、はい、間違えてましたはい、はい、先ほど気づいた方もいらっしゃると思うんですけど、はい、今回ダズフェローズさんに、あ、気づいてましたよ。ほんま、お前はい、流れてましたとかどっかちゃうがタイガの性格上、はい、見つけてしまったらすぐに発するから、はい、多分気づいてなかったはずや。気づいてませんでした。気づいてるんだよ。はい、あ、でも今回、はい、つけてます。はい、ダズフェローさん、はい、形がやっぱ特徴的ですね。あ、独特な、はい、つけません。はい、もう多分前で見てる方もいらっしゃるんで、つけません。つけるねん。あ、怖いねおお、これ流れての、あ、ここ流れて、ここ流れてよ、あ、ここ流れて、いいですね。この流れるように俺のこの説明、はい、はい、あ、これは編集のやつですね。頼む。はい、言ったら意味ないんですけど、実際え、今回、はい、まずテールランプから、はい、はい、もうおなじみとなってきました。はい、バレンティさんのレボテール、はい、レッドレンズの方ですか。レッドレンズの方をお選びいただきました。白にやっぱ似合いますね、赤が。そうやね。はい、あ、大丈夫です。暑いこの密室、もう今40度ぐらいいってんじゃん、これ。めっちゃ暑いですね、めっちゃ暑いって。もうこの空間はちょっともう貧血だったらごめんな、なんとか頑張るけど、はい、僕は先にバターンいくかもしれないですけどどっちが倒れるまで今日喋る。そうですね、17時間後みたいな何時間喋っとんねん、かっこー、かっこーっつって、はい、俺がいがーっつってまだ倒れへんのかーもう倒れてへんねんぞー、はい、次行きますか。分かってるからマスみたいなこと言っちゃいましたで、今回バレンティさんのテールランプを取り付けさせていただいて、はい、で、下側もバレンティさんの LED リフレクター取り付けさせていただいてます。あ、リフレクターも変わってるんですね。はい、もう反射板付きなんで変わってるのか変わってないのかが分かんないです、人に見て。いやいや、純正のリフレクターと、はい、輝きが違うから。あ、その輝き鮮烈それやあ、純正のリフレクター以上にこう反射してるというか。ああ、そうやって見たら、なんか純正のリフレクターってなんか半分なんか反射してて、まあ、なんかわかんないですけど。ちょっと待って。はい。比べてみようか。はい。あ、はい。純正のリフレクター用意しました。はい。ちょっとこうやって見てもらったらわかりやすいから。ちょっとな、はい、こっちの赤みの方が、はい、ちょっと濁ってるというか。あ、濁ってますね。で、こっちは、はい、クリスタルっぽいというか、まあ、わかりやすく言ったらキャンディーレッドとレッドみたいな、はい、あ、そういう感じなんですね。ちょっとこの透き通ってる感というか、はい、あ、綺麗な赤。確かにですね。で、こっちはなんか反射プラスキラキラを描いてますね。なんかこうやって動かしたらキラキラします。それが反射板のリフレクターで、はい、そういうことですね。こっちもまあ一応キラキラを、あ、ほんまですね、します。でもやっぱ、あ、輝いてますね。鮮烈です。で、いつものバレンティさんのナンバーと、はい、あ、変わってるんですね。変わってますんで、はい、バレンティの1台となります。はい、電気周りはつけます。あ、つけます。いくで。はい、おー、うわ、リフレクターが明るいです、やっぱり。
フレクターが明るかったです。明るいな。はい。これはバックカメラの時に、はい、ほんまにな、これは嘘とかじゃない。かなり明るさアップするからバックカメラがめっちゃ見やすくなるんですよ。あ、そういう視認性を保つ要素もあるんですね。まあ、もちろんバックランプも明るいんですけど、はい、より地面に近いんでこっちの光が。あ、なんかたまに地面明るく赤で照らしてる車とかありますもんね。はい、バックの時に活かされるってことですね。だからもうこのバックランプとリフレクターのこのコンビは、はい、もう完璧。あ、黄金コンビみたいな。あ、そういうこと。そういうことですか。で、今回、はい、リア5面、はい、もちろん施工させていただきます。はい、車買ったらスモーク忘れるな。ほんまな、2列目のこのドットのところがこう綺麗ですよ。ノリの浮きがないんで。ああ、もうあの全部綺麗に反射してますもんね。そう。あ、今回の5番、まあ、ローダウンとかエアロとかそのアルミホイルとか装着してないんですけど、はい、その光物に こだわった。ああ、でもやっぱテールランプとリフレクター変わるだけでやっぱ車の見栄えって変わりますよね。めちゃくちゃ変わるな。はい、全然違いますね。かっこよく仕上がってます。はい、かっこいいです。はい、続いて内装いきます。はい、内装楽しみです。はい、内装。はい、今回内装を取り付けさせていただいたのが、はい、ナビから行く。あ、ナビからね、はい、この形はビーク X11 型。ボクシー。はい、録画データをご確認ください。録画を開始するにはめちゃくちゃ喋ってるのがいますよ。あ、あのバスガイドさんついてるんで。あ、ここガイドさんついてるんですか。はい、今回取り付けさせていただいたドライブレコーダー。はい、はい、あ、なんかいつもと違う。今回コムテックさんのドライブレコーダー。はい、これもしかして前後撮影のもの。あ、おられました。後ろにもカメラおられました。はい、で、いつもと同じく、バックカメラ、はい、ETC はもちろん装着させていただいてて、はい、タイガのその頭上、ご覧ください。はい、頭上、でで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 。でん、お、大きいこれ多分。多分。あ、アルパインさんの。はい。はい。絶対大きいですね。絶対に大きい、はい、プラズマクラスター付きの最上級のモデルのフリップダウンモニター取り付けさせていただきました。ルームランプ機能もついてます。あの 16.4 インチでしたっけ ?12.8 です。あ、失礼しました。テレビの話したのかなと思った。はい、間違えました。いや、テレビみたいに大きかったんで、それぐらいかなと思って。で、あとは、はい。きらめき3なんで、シート。ああ。ハーフレザーになってます。あー、もう標準装備のハーフレザー。はい。天井も黒っていうのがやっぱいいですね。シックに。はい。あ、あ、ちょっと今危なかったです。え？耐久レース終わりかけるところでした。大丈夫。まだ大丈夫や。まだだだだだだ。無知打ってますね。で、今回、鳥を、はい、じゃあ行かせていただいていいでしょうか。はい。鳥を飾るのやっぱあれですか。あ、フォーム変わってます。鳥。ではない。あ、前座。でもいいですね。変わってるんですね、やっぱ。ジールフロアマット。はい。取り付けさせていただいてます。いつものやつ。まあ今回しかも縁がシルバー。スーパーシルバーになります。あ、スーパーシルバーにヘアラインシルバーのロゴ。はい。ついてます。で、きらめき3なんで、はい、まあこことかがメッキになるっていう。はい。あ、なるほど。それに合わせた。なるほど。やるだけ無駄やぞ。すみません、来るいなかったです。無駄や。はい、やめとけ。すみませんでした。時間の無駄っていうの、それを。耐久レースのために時間稼いでます。結構来とるからな。はい、どうでしたでしょうか。前から見たときにパッと見純正やったんですけど、後ろ見てびっくら、中見てもびっくら、ポン。
めちゃくちゃ良かったです。今回のお客さんもまあいろいろお見積もりの時にいろんなバージョンでお話しとってんけど、はい、まあ、最終着地したのがこの形っていう。あ、今回のお客様は、はい、小さなお子様がいらっしゃるの。外側も要所要所予算当てていただいて、はい、でまあ、内装をより充実させたいっていうことで、あ、大きいナビ、大きいフリップダウンモニター。なるほど、子供思いな一台ってことですか。そう、うわー、もうやっぱ家族思い、家族思い、あ、それがボクシーや、はい、そうです、忘れた。エアロ組むのもいいですけど、やっぱ大前提は家族思いですもんね。そう、この方乗り心地も内装も充実させた一台ってことですね。優しいですね。最高の一台に仕上がりました。はい、はい、今日この後夕方、はい、お仕事終わりに来られているので、はい、ご納車となります。あ、もう今日のお車なんですね。はい、あ、大丈夫ですか。あと、あともう少しです。あと 1,2 分頑張ってください。あの YouTube 撮影の、はい、この厳しい季節が来たけど、はい、これもう今45度ぐらいです。今サウナやで、43.7 度ですね。また45いってない。45はいってなかったです。じゃあ大丈夫。はい、まだ頑張ります。YouTube 撮影の厳しい、はい、あの季節になってきたんですけど、はい、結構あのジールのお客さんも皆さんも結構楽しみにしていただいてるはい、ありがとうございます。ぶっ倒れようが、はい、撮影はちょっと頑張ってやろうと思いますので、はい、もう最悪ぶっ倒れてるとこ YouTube ですもんね。ぶっ倒れてんのも YouTube。 あかんかん、コンプレックスかかった。あ、引っかかりますか。白目向いとったらバカダメですか、うん、はい、そこはモザイクかけて、はい、まあ暑かったもちょっと頑張って、はい、撮影の方やりますんで、はい、皆さん高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。もちろんチャンネル登録もお願いします。お願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。あ、ちょっと長いですね。暑いね。え、これからもう2本ありますよ。もう日落ちてからちょっともう無理、日中は。あ、あかんで、もう日中撮影入れるなよ、予定に。あ、わかりました。もう年ちょっともうほんま酸欠気味はフラワーしてきた、はい、レモネード飲もうや。あ、レモネード飲みましょう。